宗教間対話宗教間対話は、異なる宗教を信仰する人々の間で、宗教間の対立を解消し、平和を目的として協力し合うために話し合いをすること。また、話し合いの場。シカゴ大司教区によれば、英語のエキュメニカルは、他のキリスト者との関係及び祈り、インターフェイスは、アブラハムの宗教に属するものとの関係、インターリジェスは、 ヒンドゥー教や仏教など、その他の宗教との関係を指す。シンボルの意味、キリスト教と、ムスリム、ヒンドゥー教と、仏教と、ユダヤと、バハーイー教と、エッカンカー、祝教と、ジャイナ教と、ウィッカ、ユニテリアン・ユニバーサリズム、神道、同志、セレマ、天理教と、ゾロアスター教と宗教間における対話と行動は行く、世紀もの間にわたって行われてきた。 インド出身の苦行者ザルマのケガスがインドからの施設としてアウグストス地制下ローマ帝国のハントにあった時代にアンティオキアやアテネを訪れたことがストラボンのチリシとかシウスディオのローマ史に記されている。1893年にシカゴで開催されたバンコク宗教会議ロシアの火山にある全宗教の寺院1893年に シカゴで開催されたバンコク宗教会議が近代における宗教間対話の行使とされる。1979年に東西冷成交流が行われ、日本から仏教の僧侶がヨーロッパの修道院を訪れ、修道院での修行生活を実践した。その後、ヨーロッパのカトリック側から日本の全寺への修道士派権の打診も行われ、東西霊成交流は2015年までに、 合計14回行われた。20世紀前半より、キリスト教と非キリスト教を信仰する人々による対話がより活発化している。2008年より国際連合の会議において異なる信仰を持つ上級事務局員を採用し、異教徒間が協力するべきであるとする宣言がされた。従来の宗教間対話が一神教的伝統。 方法論的な前提としてきた限界を山折哲夫は2012年に指摘した。山折は最初から宗教的論争の性格を持っていた、従来型の宗教間対話とは距離を置き、完成豊かな宗教的共存の現実世界に目を向けるべきだと提唱し、共存の道をよく信仰と信仰の住み分け性を重視する立場を取る。社会全体が世俗化するとと,ともに、 宗教的にも多元化し、ますます対話の重要性が高まってくると、小原勝弘は2014年に主張した。ありがとうございます。